オセアニア、オセアニアは、六大州の一つ。太陽州。一般的な解釈では、オーストラリア大陸、ニュージーランドを含むポリネシア、ニューギニアを含むメラネシア、そしてミクロネシア全体を指す。競技には、オーストラリア大陸を含めない。また、最も広く解釈すると、太平洋上の陸地のすべてを指して使われる。すなわち、この解釈では、日本、台湾、 フィリピン、インドネシア及びハワイ州、ガラパゴス諸島、イースター島、アリューシャン列島まで含まれるが、一般的ではない。6大集中最小の州であり、その小さな陸地面積のうちオーストラリア大陸が86%を占め、さらに島々の中で最も大きなニューギニア島とニュージーランドを含めると98%にもなる。残りは太平洋の中に点在する。 小さな島々であり、それが、オセアニア、太陽の州との襲名の由来にもなった。これらの諸島は、陸地面積こそ小さいものの、マレーポリネシア系民族が、独特の航海術によって、隅々まで植民しており、独自の海洋文明を築いていた。ここでは、抗義のオセアニアを扱う。オセアニアの人口は約3,567万人で、ある。 これらの3地域の名称は、ヨーロッパ人探検家たちによる命名が始まりである。1756年、フランス人探検家、シャルル・ブロス、チャールズ・ブロッセス、多くの島々を意味するギリシャ語のポリネシを太平洋全島々の総称として用いたのが、始まりである。その後、同じくフランスの探検家、デュモンイコールデュルビュー JS、C ・デュモント・ディ・アービルが、 オセアニア島しょ部を3地区に分けることを考えし、1831年にパリの地理学会で公表した。現在はこの案を基本的に踏襲している。メラネシアはギリシャ語で黒い島々を意味し、ミクロネシアはギリシャ語で小さな島々を意味することから名付けられた。オセアニアは南西端にある一つの巨大な陸海であるオーストラリア大陸と、 オーストラリアの北に位置するニューギニア島と同じく、東に位置するニュージーランド南北島という、やや大きな二つの、そしてその北から東にかけて広がる広大な、太平洋と、その中に点在する無数の小さな島々からなる。この島々は、最も北に位置しほとんどが、小さな干渉からなる、ミクロネシア、オーストラリアとミクロネシアの間に位置し、ニューギニア島を含み、 やや大きな火山島や標高の高い島々が多数を占めるメラネシア、そしてオセアニアの東半分を占め、ニュージーランドやハワイ諸島などの大きな島々から小さな干渉まで様々なタイプの島々が広大な海域に点在するポリネシアの3つの地域に区分されている。地質学的にはオーストラリア大陸は、いわゆる安定陸海であり、東端を南北に走る、 クレートディバイディング山脈のみが古希作り山帯に属する。これに対し、ニューニニニア島からメラネシア全域を通るニュージーランドまでは環太平洋作り山帯に属し、火山活動が活発な地域である。しばしば大きな地震が起きる。ハワイ諸島は太平洋プレートの中心に位置しているもののホットスポットであり、非常に活発な火山活動が現代でも続いている。 気候的には、オーストラリア大陸の大部分は熱帯高気圧に覆われるため、非常に乾燥した砂漠気候となっている。ただし、グレートリバイディング山脈の東側及び南側には十分な降雨があり、北がサバナ気候、中央部が温暖湿潤気候、南部及びタスマニア島が西岸海洋性気候、南西部が地中海性気候となっていて、 オーストラリアの人口の大半はこの地域に居住する。また、大陸南西端のパース周辺は、大陸西部としては、例外的にやや湿潤であり、地中海性気候となっている。太平洋上の島々やニューギニア島は、緯度の低いことや海からの水蒸気が大量の降雨を漏らすため、多くは熱帯雨林気候となっている。ただし、降雨量は、火山島とサンゴ礁島では異なり、 火山島の方がより多い降雨に恵まれることが多い。これは海からの風は火山島にあたって大量の降雨をもたらすのに対し標高の低い珊瑚礁島ではそういったことが起こらないためである。また、珊瑚礁島は地質が石灰岩であるため土壌の透水性が高く少ない降雨も多くがすぐに地中に浸透してしまうため水資源の確保が困難な島々が多い。 ニュージーランドは、高雨量は多いものの緯度が高いために気温が低く、全島が西岸海洋性気候となっている。105から6万年前から3万5千年前、東南アジア方面から、現在のオーストラリアやニューギニアの内陸部や沿岸部へ住み始めたのは、オーストラロメラネシア系、オーストラロイドの人々であった、言われている。これらの人々は、このオセアニアに移住する前は、 東南アジアの島々や東アジア大陸に居住し、狩猟採集しながら暮らしていた。ところで、約5から3万年前は、更新用の最終表記の時代であり、地球規模で気温が下がり、海面も現在の海面よりも最大で150メートルも下がり、島々は大陸と繋がっていた。例えば、ボルネオ島やジャワ島などは、アジア大陸、スンダ陸方と、 オーストラリアやニューギニアは陸続きサフル大陸であった。しかし、この両者、スンダ陸方とサフル大陸はこの時代も海によって隔てられており、多くの島々が存在した。ウォーラシア海域と呼ばれ、最短でも直線で1 0 0トルほど離れていた。人々は海を渡り、各島へ移住していったのは約3万5000年前のことと言われる。これらのことを示す証拠として、 有体類のクスクスや黒曜石が多数出土している。しかし、ソロモン諸島より東への移住はこの時代でなく、はるか後の約3300年前にまで下がってくる。そこから、オーストロネシア語系の言語を持つモンゴロイド系のラピュタ人と呼ばれる人々は、パプアニューギニアのビスマーク諸島から、東南方向に島伝いで移動し、フィジーにたどり着いた。そこから、 南西方向、バヌアツとニューカレドニアと南東方向、トンガとサモアの2方向に分かれて遠くまで移動を続けた。こうしてトンガやサモアにたどり着いたラピタ人はそこで千年ほど止まり今のポリネシア文化の素型を作り上げた。そしてポリネシア人へと変容した。およそ2000年前に移動を再開し、千6 0 0年前頃にはハワイ諸島やイースター島まで到達していた。 さらに、彼らポリネシア人は、800年前にはニュージーランドに、たどり着いている。これらの島々は船によって、緊密な連絡を相互に保っており、950年頃に成立したトンガ大市長国は、北のサモアや西のフィジーまでを支配下に収めた、一大帝国を1500年頃まで維持していた。初めてこの地域に白人が訪れたのは、 大航海時代さなかの16世紀初頭のことである。1521年にはフェルギナンド・マゼランがヨーロッパ人として初めて太平洋を横断した。この時こうしばらくの間は太平洋は東から西に進む航路しか存在しなかったが、1564年にはアンドレスデウルダネーターがフィリピンからアカプルコへと向かう航路を開拓し、これによって 太平洋を往復する航路が確立された。これを使用して1565年にはマニラガレオンがアカプルコとマニラの間を往復するようになった。その後、17世紀にはアベルタスマンによってニュージーランドとタスマニアが発見されるなど徐々に地理的知識は蓄積されていったが、領土進出という点ではスペインがマリアナ諸島とカロリ諸島を領有した程度で、それほど 積極的に進出してはいなかった。また、地理的にも未だ発見されていない島が多数存在しており、オセアニアの南部には広大な南方大陸が存在していると考えるものも多かった。18世紀に入ると徐々に探検が進んでいったが、太平洋における地理的発見の最後を飾ったのは、ジェームズ・クックである。彼の1768年からの3回の 探検によって、オセアニアの地理は、ほぼ完全に明らかとなった。ヨーロッパ人による植民が、本格的に始まったのは、1788年1月26日に、イギリスからの最初の植民船団、ファーストフリートが、オーストラリア大陸南東部のシドニー湾に、到達してからのことある。これ以降、オーストラリアには続々と移民が送り込まれ、 先住のアボリジニを駆逐しながら植民地化が進められていった。初期はオーストラリア東岸の高雨量の多い地域のみの植民であった。1813年にはグレゴリー・ブラックスランドらの探検隊によって山脈西側に草原が発見され、以後内陸部の開発も進むようになった。19世紀初頭にはニュージーランドもヨーロッパ人が多く進出するようになり、 1840年にはワイタギ条約が締結されてニュージーランドもイギリス領となった。19世紀後半には太平洋諸島も分割が進み、19世紀末にはすべての島々が植民地化された。1851年にオーストラリア南東部で金が発見されるとゴールドラッシュが起き、オーストラリアの人口は急増した。 1860年から1861年にかけてはオーストラリア内陸部の状況を調べるためにバーウィルズ探検隊が送られ悲劇的な結果に終わったものの内陸部の状況は明らかになった。1901年にはオーストラリア大陸にあった諸植民地が合同しオーストラリア連邦が誕生した。ミクロネシアやメラネシアが太平洋戦争。 大東亜戦争の時、主戦場の一つであった。日本がアメリカとオーストラリアの共同作戦を阻止するために、ポートモレスビー攻略作戦、MO 作戦と当時イギリス領であった。フィジーサモア、同フランス領ニューカレドニアを攻略する作戦、FS 作戦を計画した。第二次世界大戦後の植民地独立の波を受け、オセアニアにおいても1962年の西サモア、 ゲンサモアの独立を皮切りに、1968年にはナウルが、1970年にはトンガとフィジーが、1975年にはパプアニューギニアが、1978年にはソロモン諸島とツバルが、1979年にはキリバスが、1980年にはバヌアツがそれぞれ独立した。一方でフランス領ポリネシアやニューカレドニアのように、 フランスの海外圏に留まるところや、ハワイのように本国の一州として加入する者、また、マーシャル諸島やミクロネシア連邦、パラオ、クック諸島、ニュエのように自由連合の形を取り、独立はする者の,の軍権や外交権は、急走四国が統括する国々も現れた。こうした国々は、地形的、言語的、文化的、民族的に多様性に富み、 国家の誕生に大変苦しんでいる。当初は、当初部の大半の地域で政治的安定が保たれていたが、2000年頃を境として、フィジーやソロモン諸島、パプアニューギニア、トンガなどのように政情が不安定になり、クーデターや暴動が発生した国家も存在する。オセアニア諸国の政治、経済状況は、オーストラリア及び、 ニュージーランドとその他島諸国軍とに大きく二分される。オーストラリアとニュージーランドは19世紀に入って植民したイギリス系住民が多数を占め、政治的には入植初期から民主主義が発達し、経済的にも先進国の一員となっている、極めて安定した豊かな国家である。これに対し、島諸国軍は1970年代以降に独立した新興国が多く、 人口も少なく、面積も少ない上か重地が広い範囲に点在している、いわゆる小島初開発途上国に分類される国家が多いため、経済開発がうまく進んでいない国家が多い。政治的には、面積、人口、経済力で他を圧倒しているオーストラリアが、この地域のリーダー格であり、ニュージーランドもイギリスから引き継いだ、俗領諸島をいくつか島処部に持ち、 影響力を持っている。当初諸国のリーダー格は人口、経済力的にフィジーが務めることが多かったが、1980年代以降、フィジー人とインド人との対立によって、クーデターが多発するようになり、政治的影響力を減退させた。この地域の地域協力機関として最も古いものは、1947年にイギリス、アメリカ、フランス、オランダ、 オーストラリア、ニュージーランドの6カ国が設立した南太平洋委員会である。メンバーはこの地域に植民地を持つ創始国によって占められ、後に独立した域内諸国が加盟したものの、どちらかといえば旧創始国主導の色合いが濃い国際機関だった。これに対し、独立した小党諸国が主体として1971年に設立された国際機関が、 南太平洋フォーラムである。後に2000年に南太平洋フォーラムは太平洋諸島フォーラムに南太平洋委員会は1998年に太平洋共同体にそれぞれ改祖された。また、1985年に南太平洋フォーラムの加盟8カ国によって南太平洋比較地帯条約、ラトロンガ条約が締結され、2009年には13。 各国がこの条約に加盟している。経済的にも、この地域で圧倒的な力を持つのはオーストラリアである。オーストラリア経済はもともと羊や牛を中心とする、牧畜と小麦を中心とする大規模農業を基盤としていた。牧羊は、オーストラリア大陸中西部のやや乾燥した地域を中心に、小麦農業はそれより、 東側のやや湿潤な地域を中心に行われている。こうした農牧業は現代でも高い生産性を保ち、羊毛や農作物は日本をはじめとして世界各国に輸出されているが、第二次世界大戦後は大陸西部の鉄鉱石や大陸東部の石炭を中心に各種工業が発達し、新たなオーストラリア経済の柱となった。ニュージーランドは 資源はほとんど産出しないものの、世界有数の生産性を誇る羊や牛の牧畜業や農業に支えられ、経済的には非常に豊かである。この2国に対し、パプアニューギニアや太平洋諸島はそれほど産業が発達しておらず、パプアニューギニアの銅やニューカレドニアのニッケルのように地下資源に頼る国もあるが、多くは自給農業を行っているところが多い。 こうした島々の多くでは、監金作物は、ここヤシから作る、コプラ程度である。なお、例外的に、フィジーにおいては、サトウキビのプランテーションが、特にそうしたビキレブ島西部に多数存在しており、フィジー経済の柱となっている。また、20世紀後半以降、先進各国の生活水準の向上と飛行機の発達によって、観光産業が急速に発達し、 美しい海を持つ太平洋諸島の中には、タヒチやニューカレドニア、フィジー、ハワイ、グアム、パラオなどのように観光を経済の柱とする地域も多く存在するようになった。オセアニア最大の都市はオーストラリアのシドニーであり、人口は463万人、2011年を数える。ついで大きな都市は同じくオーストラリアのメルボルンである。シドニーとメルボルンは、 歴史的にライバル関係にあり、オーストラリア連邦成立時にも両都市が首都の座を争った挙句、中間地点に新首都であるキャンベラを建設した行きさつがある。オーストラリア大陸東岸から南岸東部にかけてはオセアニアで最も人口の集中する地域であり、北からブリスベーン、ゴールドコースト、ニューカスするシドニー、キャンベラ、メルボルン、アデレードといった 人口30万から100万以上の都市が並んでいる。同国の100万都市としては他に大陸西端にパースが存在するが、この都市は地理的に非常に孤立しており、周囲に他の都市圏は全く存在せず、最も近い100万都市であるアデレードからも 2000km 以上離れている。オーストラリア以外で最も大きな都市はニュージーランドの北島北部に位置するオークランドであり、 アメリカ・ハワイ州のホノルルやパプアニューギニアのポートモレスビーがこれに次ぐ。ニュージーランドには他に南東中央部にあり、南部の中心都市であるクライストチャーチと北島南端にあり、同国の首都であるウェリントンがあり、オークランドと合わせ三大都市となっている。島し部において南太平洋諸国の中心的な役割を果たしているのはフィジーの首都であるスバである。スバの都市圏は 近隣のナウソリなどを合わせ33万人に上り、当初諸国最大の都市圏を形成している。このほか、ニューカレドニアのヌメアも10万人程度の人口を有する。当初部においてはこれ以外に、人口10万を超える都市は存在せず、各国の首都でも人口は数万人にとどまり、中には、ツバルやナウルのように明確な首都的都市が存在しない、国家も存在する。 もっとも、これは、フィジーとソロモン諸島を除く、当初諸国の人口規模のものが小さいためであり、首都や都市への人口集中自体は、他地域と同様に起こっている。本来この地域で話されていた言語は、オーストロネシア語族、パプア諸語、オーストラリア諸語の3つの言語群に属する言語のみで、ある。その名の通り、オーストラリア諸語は、 オーストラリア大陸のアボリジニが使用していた言語であり、パプア諸語はニューギニア島にて使用されていた諸言語の総称である。この二つの言語群内部において、系統性は立証されておらず、そのため語族ではなく諸言語の集合という扱いとなっている。これに対し、オーストロネシア語族は東南アジアから太平洋の諸島群に進むしたメラネシア人やポリネシア人の言語であり、 系統性は明確に立証されている。その後、19世紀にオーストラリアとニュージーランドに進出したイギリス人が両国で増加したため、和社数的には現代ではインドヨーロッパ語族に属する和社が圧倒的に多い。この語族の言語のうち最も多く話されるものは英語であり、フランス領の島々ではフランス語も広く使われるが、他に同じく19世紀にイギリスによって フィジーに移民したインド人もヒンディー語を母体としたフィジーヒンディー語を話す。オーストラリア諸語の話者は英国系住民に圧倒されて話者数が非常に減少し絶滅が危惧されている言語も多い。これに対しパプア諸語はニューギニア島でオーストロネシア語族は太平洋諸島において未だ多数派を占めている。文化的にもこの地域は オーストラリア・ニュージーランドの英国系、植民者中心の地域とそれ以外の当初地域とに対別できる。当初地域においては、ポリネシアは非常に広大な地域であるのにも変わらずかなり、同質性が高い。これは、植民がポリネシア人という一民族によって行われた上、植民後も船によって緊密な連絡が保たれた地域が多く、 ソガタが同じな上に文化があまり進まなかったためである。これに対し、メラネシアはかなり文化が進んでおり、多様な文化が存在する。これはメラネシアは、地形が険しく、自然環境も、ポリネシアやミクロネシアに比べたようであり、画一化が進まなかったためである。ミクロネシアは島々によって、メラネシアやポリネシアなど影響を受けた地域が異なり、 ミクロネシア全体に共通する文化は多くない。食文化においては、オーストラリアニュージーランドはヨーロッパ系食文化を素型として持つ。これに対し、島所部はタロイモやムイモを濃厚の基盤とし、メラネシアはバナナがこれに加わる。土地が豊かで、降水量の多い火山島ではこれら作物が主力となるものの、 地味が貧しく水も少ないンゴ礁島においてはこれらの栽培が困難であることも多く、このためこうした島々ではパンの木が主力となっているところもある。また、特にンゴ礁島において、ココヤシは非常に有用な植物であり、油資源、調味料、食料、そして何よりも飲料水の供給源として重要である。宗教的には、ほとんどの地域で、キリスト教、特に、 プロテスタント諸派がほとんどを占める。これは、オーストラリア・ニュージーランドにおいては、主流となった英国系移民が従来の英国国教会の行をそのまま持ち込んだためであり、また当初部においては19世紀後半において、プロテスタント諸派が盛んに宣教師を派遣し、地元住民への布教を進めたためである。地球温暖化に伴う、 海面上昇は海抜の低い小島諸国家の存立に深刻な影響を与える。IPCC 気候変動に関する政府間パネルインターガバメントルパネルオンクライメートチェンジの報告書はミクロネシアのマーシャル諸島共和国について干渉の約8割が海面下になる可能性を警告している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。